さんこんばんは。今日もコードネームについてご説明します。臨時記号が多い曲、転調を繰り返す曲、ヘ音記号が難しいと、ピアノは本当に苦手意識を持ってしまいます。少しずつ独譜に初見力を身につけることで、表現豊かに後ろ向きでメリーさんの羊を弾くことができます。今日は簡単なメリーさんの羊を弾いてみます。とても簡単になるんです。コードネームでビギンのリズムは、今度はボレロ、ボッサノバ、響きがします。簡単なコードネームを理解して、いろんなアレンジで弾けると、ピアノはとても便利に楽しく弾くことができます。スイングのメリーさんの羊、いろんな応用が効きます。まず独譜力が苦手なあなた、ヘ音記号が苦手なおかった、コードネームをぜひ覚えて一段譜で弾ける、これはとっても大きな武器になります。
それではまた。いつも笑い声に。お子様との会話、コミュニケーションも大切にしております。それではバイバイキン。